ビ<ズ>内閣府が18日に発表した2022年11月の機械受注統計は企業の設備投資の先行指標となる民間需要の船舶、電力を除いた受注額が8388億円で前の月に比べて8.3%減りました。 製造業では半導体製造装置が減った電気機械などが大幅なマイナスとなりました基調判断は前の月の持ち直しの動きに足踏みが見られるから足踏みが見られるに下方修正されました